はい、えー、皆さんこんにちは今日はですね、えー、お仕事の関係のちょっとお話をしようかなと思っていますはい、はいえー、今ですね僕が、えー、カメラマンとしてね、えー、本業の方のお仕事でですね学習塾の写真とあとは映像を作っています、うん、はいで、えー、先週とそして今週 3日間かけて写真を撮ったりビデオを撮ったりっていう活動をしていますはいちょっと遠くまでね行っていて車で4時間ぐらい離れたところまで行ってまして結構大変なんですけどあの学習塾ってねあのどうなのかなというお話ですうん、うんえー、まず学習塾っていうのは塾っていうふうに呼ばれています そして、まあ、その塾というのは学校みたいな場所ですね。うん、基本的にはその先生がいてそして勉強を教えてもらうような場所です。はい、ただ学校とは違っていまして、うん、例えば小学校中学校高校とかね大学で塾行く人はいないと思うんですけどあいるかでもあの内容によりますけどね。あの学 学校に行きながらその学校が終わった後とかね夕方から行くみたいなあとは土曜日日曜日とかね学校がお休みの日に行くみたいなそういう感じですうんで、まあ、なんでそういうところに行くかっていうと一つは、えー、学校の勉強がわからない場合学校の勉強についていけなくて何とかしたいっていう時はいあとは 学校の勉強よりも先に行きたいもっと早く行きたいという感じ。うんえー、日本の一応勉強のね学校のシステムではこうみんなが分かるようになろうという感じなのであの例えばすごく勉強ができる子とかはそのあんまりできない子がやってるのをね待ってなきゃいけないっていうのがあってうん、うん、で先に行きたいっていう人もいます。うん まあいずれにしてもまあそういう塾というところにまた追加でね行って勉強をするという子供が結構いるということです。うん、はい。どうですか塾は？塾ね行行。行ってました。行ってましたよ。あ行ってました。はい。あそうですか。うん。あそうなんだ。へえー。<laughs> どうでしたか？いや塾ね、まあ何個か。何個か。何個かいっ。 たまああのその年齢のごとに、ね、ああ変わってっていうことですね同時に何個も行ってたわけじゃないあそれは違いますああ僕はね塾はね行ってなかったんですようんうんはいまあ行かなくてもいいよねいやあの行ったことがないんで、うん、ちょっと何とも分からないところもあるんですけど、うん、結構あのます、あ。 好きだったり嫌いだったり <laughs> あ<ー>ね、その先生によるのかな。そう相相性がね。で、はい、僕のイメージだと塾っていうのは先生が怖い人がいてもうすごい勉強させられてさらにこう怒られるみたいなイメージだったんです。<laughs> ど僕が子供の時は。はい、でまあ塾に行ってる友達も。 全然楽ししそうではなかったし、まあ、どちらかといえば辞めたいという話を聞いていたので <laughs> あ,のあんまりいいイメージを持ってなかったんですけど今お仕事でね撮影に行かせていただいている塾はあの生徒さんが楽しそう,うん、うん、そして先生は、まあ、僕らよりも若い先生なんです20代の先生ですけど。 楽しい人たちが多くてなんかもうとにかく勉強しなさいっていう感じじゃなくてなんかゲームの話をしてたりとかなんか漫画の話をしてたりとか結構なんかまあお兄さんお姉さんみたいな感じでね楽しげに話をされていてあこういう感じだったら行ってもいいかもみたいなのはちょっと思いいいまししたね学校より楽しいってう子もいましたね。 それは大切です、ねうん、まあ僕のイメージはでも塾っていうとやっぱりそのテストの点数を上げるために行くみたいなところがあってちょっとなんかうんどうかなって思うところは僕はあって、うん、いやそれより外で遊びたいしスポーツやりたいし早く寝たいみたいなのがあったんですけどうん、うん、まあでも今ね新しい塾に行ってみてあこんなにみんな楽しそうにやってるんだったらいいかなとかね。 そんんなことを思ったんでもね皆さんのね国とかでも塾とかあるのかなっていうところで僕の勝手なこれイメージなんですけどこう受験勉強だとか塾とかが厳しそうなのは、まあ、日本もそうですけど韓国お隣のがすごい厳しいっていうイメージがあります。うん、はい よく聞きません、うん、しあの僕が大学の時にあの知り合った韓国から来てた留学生の子とかもすごい大変だったみたいなことは言ってましたそうなんだうんでただまあ他の国の人はあんまりそういう話題になったことがなくて、うん、で僕の中のイメージも塾ってなんかどうなんであなんかあんまりイメージにないので あの実際のところどうなんでしょうというところを皆さんねコメントとかでぜひ教えていただけたら嬉しいなと思います。うん、塾行ってたんですね塾ね、はい、さっきね話に出たように先生が面白い方は出会ったことあります。ああなので楽しい時期もありました。ということは楽しくない時もありました <laughs> まあそうですよね。あの ことですけど、うん、今はやっぱり昔と違って選べるんじゃないですかそうだと思いますホームページとか SNS とかありそうじゃないですか、うん、まあもしかしたらその YouTube とかで授業をこう見せてるようなところもあるかもしれないしねあそうだね、はい、僕らのとこは誰がいるかもわかんないしどんなことかわかんないのにとりあえず親が「行け」って言ったら行けみたいな感じじゃないですか なるほどね、そういうイメージが僕はありますうん、うん、けどねまあ皆さんのところはどうなんでしょうかということでね、えー、今日も聴いていただきましてどうもありがとうございましたありがとうございました、はい、皆さんからのコメントをお待ちしておりますではでは